十二レース三号艇の平本正幸選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。小島は二十一年六月のグラチャン以来ということになりました。二年ぶりです。今回は二連対率三十四パーセントのエンジンなんですが、前件の感触はいかがでしたか？うんちょっとあんまりいい感じはしなかったです。はい これはもらったままの状態で、特に行かれたんですか。まあ、もらったままも乗りましたし、まあ、特訓はもうプロペラをだいぶ叩き替えていったんですけど。思ってるような仕上がりでは、まあ、ほど遠く、ちょっと全然よくはなかったですね。はいはい、一番気になる部分っていうのは。うん、なんか、そうですね。スタートの時も、なんかすごい。も腰がばらつくというか、不安定だし、はい、なんか一回転もいってではないんで、ちょっと乗りにくさもあって。はい うん、ちょっとまだいけてないです、はい、ではバルブの調整もされてましたけれども、ね、細かい部分も含めていろいろアプローチしていくような感じですかねじゃ前傾は2パターン乗りましたからまたいろいろなパターンを調整しながら、うんまあ、ちょっとそうです、ね、部品今変えて明日乗ってどういう反応が出るかっていうところでちょっとやっていきます。 はい、では一節間にかける意気込みをお願いしますもともと小島は好きな水面だったんであので今節頑張ります。